はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。とりあえずアイテムは整理して、今の目的は、3つのレリーフで中庭への扉を開けるっていうのと、これ2番目のやつ何？加工場の入り口を見つけるって、そんな話だったっけ何加工場の入り口って。でショットガンを入手すると、これはショットガン欲しいよね。とりあえずレリーフを1つ手に入れたので、アイテム欄を開けるためにもレリーフをはめに行きましょう。またちょっと切り裂きジャックの、ほらあ、これ切り裂きジャックやってると曲がりづらい直線的なところは切り裂きジャックでいいけど、来るな。こうやってさ、移動速度落ちんのかなどれだ、これか、2つ目。なんかハマったんだかハマってないんだかいまいち分かんねえな。じゃあもう一つのレリーフを探しに行きましょう。また2階の探索ですね。ちょっと地図を見ながら、やっぱり地図が大事だからね。あ、まだちょっと2階に上がってないからあれか。てかさ、この人マジ何なの？すげえ怖いんだけど。バスルームとかね、行ってないからね、ちょっとバスルームを行くか。この人ほんと、なんか怖いな。あれってさ、最初の食卓にいたさ、なんか、あれこいつ死んでるみたいな、言ってたやつだよね、多分。あ、ハーブだ、やった。ここがバスルーム？ちょっと待って、こういうところ先に調べておこう。なんかある、あ、なんかあるわけではないか。あれ、こっから下に、ん？なに、どうなってんのこれ。もともとは下に行けたのか。ああ、薬液ゲット。いいね。あれ？そうするとアイテム的にまだ余裕はあるか。で、さっきのこっちに出てくるっていうわけか。これはちょっと開けられないんで。多分キーピックとかだな。こっから下には行けないのか。じゃあちょっと行くか。2階にバスルームがあるんだね。え？何これ？え？え？何？何？何？ちょっと待って。木製のスタチュエット、これなんかやだな。ちょっといろいろ探そう。これは？あ、ハンドガン弾ゲット。トイレの中、アンティークコイントイレの中からアンティークコインを拾うのか。これとか何よくこんなことやってる余裕あるよな。じゃあこれを取りますか。スタチュエットゲット。あれ、まだなんかある。なんだこれ。あ、黒いシミね。え、スタチュエットって何？ところでちょっと調べてみるか。もうアイテム欄がいっぱいになっちゃったな。何これ。あ、これあれじゃん、多分映写機のところにかざすんだな、例によって。ドワーだだだだ、こいつ、あ、驚いたな。あんなもんでくたばると思ったか。おっさんの慣れの果てじゃん。ちょ、待って、何、え、俺たちにあの子が力をくれ。ちょ、待って、これ、ちょ、絶対逃げるでしょ。うわー、なんだよ、変異してるよ。ちょ、待って、あの人に助けを求めよう。この人、助けてください。お願いします。え、なんかさ、俺手黒、え、いなくなってる。あ、待って、追いかけてきてる。俺手黒くなってなかった？ちょっと安息の地はね、絶対大丈夫。あれ？てかさ、移動速度とかなんかめっちゃ怒ってんだけど。もういい。ちょっと使おう。大丈夫か？来てる。これさ、封鎖されてるもしや。そんなことない。あ、いける。じゃ、安息の地は絶対大丈夫なはず。じゃ、安息の地まで逃げよう。ちょっと待って。来てるか？この、こっちからいきなりバーンってことは、ないよな。いや、巻いたか？あ、巻いたっぽいね。じゃ、安息の地で一回セーブしよう。何回ここに立ち寄ってるんだよっていう。
いやー、ちょっともういきなり 怖かったからセーブをして、まあ、動画は中断しないけど、ちょっと一回休憩します。よし、じゃあ心が落ち着いたところで行きますか。ちょっと少しナイフを振っとこう。てか全然落ち着いてないけどさ、行きたくないもんだって。え、手さ、やっぱりさ汚染されてね。ちょっともう一回開けるよ。ほら、汚染されてない。え、なんか黒くなってる。え、今なんかマジかよ。ちょっと待って、こん中絶対大丈夫だよね。え、今どういう状態だった。これさ、そのまんま後ろに下がれるか。え、だって行けなくない、もう。せっかく心落ち着かせたばっかなのに。ちょっと行く、進む。大丈夫か、いきなりこの角からさ。ああ無理無理無理、安息の地、安息の地、出れないよもうこっから。ええ、来る来る来る、もしや。ちょ、拳銃に切り替えよう。まさかここまで来るか。不可侵条約を犯してくるか。ここは不可侵条約だよ。条約破りはなしだよ。声はする。いやー、もう無理だよ、進めないよこっから。マジ無理。いや、ここは絶対大丈夫だね。ここはもう安全なことが分かったけど、扉開けらんねえよこれ。え、なんなんだよあいつマジで。いや無理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 。いやー、進めない進めない。ちょっと待ってね。ちょっと一回動画は中断する、もう一回。いやー、ちょっとね、ほんと無理なんだってこれ。一回アイテムをそういえば整理しよう。ハーブは置いておくか。とりあえず置いておこう。まだ回復薬はね、大丈夫だから。アンティークコインも置いておくとして、ショットガンの弾どうすっかな。一回置いちゃうか。液薬もちょっと置いとこう。よし、これで行こう。行こうって言ってもさ、どうすんだよマジで。なんかすげえさ、音がする気がするんだけど外から。ちょっとだけ開けろ、ちょっとだけ。ん？あ、これさ、どうすんの、マジどうすんの。あ、なんだあいつ、目悪いのか。ここなんだよ、しかも。何？もう立ってこう。いる？お前の匂いがするぞ。匂いとかマジ変態でしょこいつ。マジストーカーだよ。ちょっと待って、安息の地がここにはないよ。そんなとこに隠れてた。どこどこどこ？ええ？いいじゃあ！ちょっと待って待って待って、おら、こんな野郎。てかさ、こいつどうすんの？倒すか？倒すしかない、やるしかない、もう。おら。距離を取れ距離を取れ距離を取ってもさ、向こうの方がなんか早いんだよね。おら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 、あ、倒した。はあ、こうえ。よし、これをやる。ってかさ、こいつさ絶対でもさ生きてるもんね。これさ、やってる間にさ、なんか来たらすげえ嫌なんだけど。これ時間かかるんだよね、しかも。こう合わせんのに。意外に。これ逆だな。この形で良さそうだね。で、あとはもうちょっと上にずらしたいけど、逆かこうか？そうすると。あ、こんな感じだね。あ、いいね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 。これでいいんじゃない？よし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 、ちょっと待って。あいつが超怖い。誰がこんなもの。またぶっ倒れてるか。この先行こう。え、またさ、こんな細いところでさ、あいつに捕まったら一巻の終わりだな。
でもこれでやつを負けたか。こっちでいいのかな。お、なんか鹿がいるね。ああ、和むわこの鹿。頭をなでなでしよう。そんなことはできないか。ちょっとナイフに切り替えとこう。で、何がある？机の上とかね、だいぶ怪しいけどね。こういうとことか。あ、ハーブだね。OKOKOK。で、こことかは特にあるわけではない。引き出しにはハンドガンの弾。よし、結構ハンドガンの弾使っちゃったか。ん？今の音何？え？接近してきてる？おお。あ、薬液がある。薬液ってあんなんなんだ。ちょっとすげえ怖え。ここは？いけないよね、多分。うん。一応地図で確認しよう。カラスだとかヘビだとかサソリだとか、もうどこがどこだか分かんねえな。これ何？あ、精神何これ？精神刺激薬？何それ？精神刺激薬。一時的に五感を研ぎ澄まし、有用なアイテムなりかを探知できる。マジか。すげえな。まあ、使えってこと？え？ああ、アイテムがいっぱいあるね。あとは？これは違うところか。ここにもあるね。ハンドガンの弾。あ、いっぱい起こってる。あ、こんなところに、ショットガンの弾。精神刺激薬。この中はだってもう探せないもんね。てかさ、中なのか外なのかいまいちわからん。トイレは特にない。中行くか、行きたくないけどな。え？これは？アンティークコイン。いや、なんだよマジで。これは？あ、これもあれか。で、これは？あ、これは例の箱か。どうやって開けんだっけ。逆から開けよう。ん？え？何これ？キモ！てか落ちないところもまたすごいよね。戻そう。そっと戻そう。閉めらんねえし。開けたままでいいのか。なんかさ、うじゃーみたいな。ただこれといって、あー、こっち側に進めんのか。またこれは違うでしょ。あとこれか。あ、ガンパウダーね。どうしようかな。ちょっともう薬液とガンパウダー組み合わせちゃおっか。アイテムが取れなくなったら組み合わせよう。あとこれ、これは6月14、旅行中の夫婦。旦那は成功12人目、嫁はダメだった、廃棄。7月7、女子大生3人、全部腐ってやがった、ルーカスのアホめ。8月13、不老者のじいさん、3日で転嫁13人目。裏は、あー、きっと多分あれだな、怪物の実験みたいなのしてんだな。あとアイテムらしきものは、多分これあっちの中だよね。いや、ちょっとまだテンパってるわ。あとこれか。これらすべて奴らの犠牲者なのか。行くか、こっちに。あれ？ここ開けたっけ？開けたか。行こう。うわー、なんだよ、ここ。何これ。え、ちょっと待ってよ、なんだよこれ。絶対このさ、あの黒いヘドロみたいなのさ、なんかあるよね。ほら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 、ちょっとこれはもう切り替えろ。なんだよこいつ。ほら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 、倒した？リロード。無理か、まだだ。ほらほら、てかめっちゃ使ってる。うわ、痛い。ほらほら、倒せる？てかなくなるぞこれ、拳銃の弾が。うわ、やばい。
もう弾がない。で、で、これはどこ？逆かは。で、今こっから入ってきたでしょ。ここら辺なんかある？なんかあるわけではない。こっちの木箱は？ナイフに切り替えよう。これは壊せないのか。え、でもこのヘゾロとか何なの？ほら、あのやろ。さっさと切り抜けよ、ここは。で、こっちに行けんのか。ここは開けられる？開けられないか。なるほどね。多分鍵を手に入れて、ここにショートカットができるようになるんだな。進んでいくか。いやー、やだな。これ下とかあるし。え、どういうことだよ。これどっち行く？先にこっちの扉を開けるか。下に行く前に。ここは何の部屋？なんか置いてあったね。今、印があった。あ、アイテム。あ、これもしや、カセットテープあんじゃん、アイテムが。よしよしよし、ここ安息の地だ。いや、いいね。とりあえず開けよう。払拭しよう。ハンドガンの弾ゲット。オッケーオッケーオッケー。あれ？これ？あ、ここあれか。キーピックが。てか、キーピック全然ねえな。見落としてるか？で、これ、セーブポイントでしょ？で、これは？なんかあるね。読めるか。さっきから体がおかしい。きっとあのクソ料理のせいだ。このまま死ぬくらいならせめてやつらに一矢報いてやりたい。娯楽室の隣の部屋にあったショットガン、あいつで連中に思い知らせてやる。君は逃げろ。愛してるよ、トラビスより。ショットガンか。でもあそこ入れなかったかんね。で、これアイテムボックス。うん、そうだね。少し整理していこう。一回薬液はまとめよう。で、ガンパウダーもまとめて、アンティークコインも預けて、ハーブも預けると。ショットガンの弾2発だけだったか。薬液が今2つあって、ガンパウダーが2つ、ハーブは3つか。でもガンパウダーってガンパウダーだけだと、何の役にも立たないからね、薬液と混ぜちゃう？ハーブは一応、多分、ハーブ単品で回復するとは思うからね。1個だけ使っちゃうか、ハーブ単品で。若干減ってるからね、やつとの戦闘で。とりあえずもうちょっとここから出る気がしないんで、もう今回は本当中断中断ばっかりで申し訳ないけど、じゃあセーブをして今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。毎回短くて申し訳ありません。